はい、どうも、ビデオゲーマーです。ボルトン編続きやっていきましょう。はい、優勝がかかったね、大一番でーす。最終節ですね。なんか久々にね、最終節まで、来たかなって感じですね。優勝争いが。はい。で、まあ、これはもちろん負ければね、チェルシーが優勝するので、勝たないとダメなんですけども。で、メンバーが、こんな感じですね。うん。まあ前回のねユナイテッド戦が完敗だったので、まあ、逆転負けだったんですけどね。まあチェルシーとやったらどうなるかちょっと分かんないんですけど、前回は 4-1 で勝ってるみたいなんでね、しっかりと勝たないとダメなんですが、まあ前置きはいいんでやっていきますか。はい、はい、じゃあやっていきましょう。結構あれですね、今思えばセルティック編もチェルシーに負けて終わったんでね、結構因縁があるというか、あれですね、リベンジじゃないですけど、勝たないとまずですね。あ、もったいないもったいなかった今。いやチェルシーのホームなんでね、スタンフォードブリッジなんで、チェルシーはあれですよね、やべ、ずれた。こういい雰囲気で試合臨めますよね。こっちはアウェーなんでね、あれなんですけど、まあ、とりあえずはいいんじゃないですか。攻撃の感じは取られるかな。で、まあセルティック終わってね、新しいキャリアの方を見てくれてる皆さんにと一緒にね作っていこうということで、コメントいただいたりしてるんですけど、チームの方はもうできてまして、で、動画の方もね、試合の方はねまだ撮らないんですけど、紹介動画もね上がると思うんで、このチームで新しいキャリア、まあ18最後のねキャリアをねやっていくってことなんですけど、まあ、19、20とね、とりあえず今のところはまあ19、20とね、やっていこうと思って、なんかこう、ね、まあまあ、僕が飽きるまではしてるでしょうね。あっちゃ、バカ横。やばい、これちょっと待って、これまずいね、これ非常にまずいよね。いやー、どうしよっか。いやー、まさかそこからシュート打たれるとは思ってなかったな。あー、重なっちゃったよな、ボールの出所がわからないから止めれなかったな。前がかりに行き過ぎてカウンター食らうよりはゆっくり行った方がいいかもしれないな。守備が硬いからな。お、向こうボールかい。まあ、結果的にあれですね、今シーズンも決定力がなかったですね、フォワード陣の。アームストロングというエースを放出して、ね、若手に切り替えたんですけど、まあ、アームストロング自身も若手だったんですけど、
まあ、どうしてもちょっと戦術的に、ね、合わなくて打ってしまって、あれなんですけど、で、まあ、新しく取ってきた選手たちもね、惜しいな。まあ最高で5点ですね、フォワード陣。あらま、ランケーブルがよく切れる、接続。まあそれはいいんですけど、でまあね、やっぱりフォワード陣のね活躍がないとやっぱりねちょっと厳しいですよね。なんでそれもあって真冬にパロスキ取ってきて、パロスキはねそこそこハマってくれたんでいいんですけど、パスローがめっちゃ当たってんの。まあ今チームで一番点取ってるのがね、サイドのスカラクなんですけど、12点取ってるかな。で次がこのウッドバーンっていう選手なんですけどね、この選手ですね。 OK、ナイスナイスナイス。とりあえず同点ですね。振り出しに戻りましたね。いいですよ。11ゴール目、オッケーオッケー。ただここよ、この直後が一番失点しやすいんで、ここを気をつけないとまずいんですけど、それはまあ言い過ぎたら失点するんでちょっと言わないようにしておきましょう。ね、体強っ。いいですよ。あ、いいですよ、いいですよ、見えてますよ、いいですよ。やばい、追いつけない。ナイス守備。追いつけないな。あぶね。いいですね。うわー、もったいな。今のはもったいなかったな。怪我するっちゅう。
あー、いいボール、いいボール、いいボール。まあ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 。あ、いいですよ。ショート、ショート。いやー、もったいないか。くそ、当たったか。攻守の切り替えの早さよ。おー、ナイスですよ。いや、あー、もったいない。くそ、いやー、もったいないな。ここですね。これは今シーズンってか昨シーズンか。課題ですね。フォワード陣がチャンスで全く決めれないっていうね。なぜかゴールキーパーの前にボールがよく飛ぶという。はい、じゃあやっていきますか。キックオフ。オンラインサーバーが通り接続が切れましたって言ってましたね、今ね。知らんわってね。最近よく切れるな、ほんと。オンラインゲームするのに困る。やばい、危な。あ、すそか。なんかすんごいキレキレやなと思った。あっちや。あ、オッケー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 。ハイレベル。オッケー、ナイス。走れって、走れって、走れって。なんで止まんの。走らないと。モラドの声、誰、バチュアイ。いやー、こっちじゃないな。どこを変えよう。まあ、前線のパロスキは全くいい。ワットモアかな。やっぱりワットモアの方が生きてないか。いや、ロバーツやな。もったいないな。
ナイス。ワットモアは守備で貫禄してくれてるから変えづらいな。うん、選手変えますか。ワットモア残して、ウッドバーンをこっちにして、ロバーツをサイドに。ああそうですね、クワナ入れますか。でロバーツ真ん中にして、ウッドバーンサイドに回しますか。でファロスク一列下げますか。クワナが結構点取ってくれるんでね、飛び出しがいいのかポジショニングがいいのか。ただこの選手の配置をいじった時も一番危ないからな。いけ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 、うわーもったいな。いややばいやばいやばい。いやいや、とりあえずそれでいい、それでいい、それでいい。ナイス守備、いいですよ、いいですよ、見えてますよ。おお、ナイスカット。いいですよ。いやーもったいないな、あとワンテンポやな。ほんま惜しかったな今の。あーナイスやけどボールが取れない。ナイス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 。いやーロバーツがボール取られるな。いいですよいいですよいいですよ。いや真ん中に誰か走ってほしいよな。真ん中に一人欲しい。移籍金がバグってる。体強っ。ナイス。引き分けで優勝とか嫌やわ。どうせやったら勝って優勝したいわ。引き分けで優勝とか一番ダサいやん。まあ現実だったらねこれでもいいんですけど、ゲームやからね。やばい、危ない、ナイス。あ、選手変えよう。ワットモアがやばい。うん。で、ワットモアに変えて、ジェームズ入れて、
ハンドとかになってな、PK 与えて失点して負けるっていう可能性もあるからな。見えてる、いいですよ、通る、OK。あ、いけるいける、コーナーコーナー、OK、OK。うん、フォワード変えますか、ウグボ入れますか、頼むぞ、今年のエースを思ってずっと使い続けてたからな。うわ、もったいない、もったいないですね。おーっと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 、うわマジか、今のはやばかった、てかチェルシーマジ守備硬い、いや違う、危な、自分のミスで失点するところだった。ああいいです、いいですよ、見えてますよ、いいですよ、おあ終わったな、終わってしまったけど優勝したな、あ引き分けか、いやまあまあまあでも優勝したのは大きいですね。いや引き分けで優勝っていうんがな、悔しいな、あれだけ攻め出てチェルシーの守備にやられたな、最後のビッグチャンスにまさかクリアされると思ってなかったな。いやでもおめでとうございます、メンバーあれだけ入れ替わって優勝できたのは素晴らしい、すごい、しかも育てながらですからねしかもこれをね全部の試合をやってるならねいいんですけど、スキップしながらやってましたからね、すごい、今思ったあれなんや、あの夏ったりのトロフィーについてるあのプレミアリーグっていうやつもチームカラーに合わせてんねや、しっかりと、あすごい、これがすごい、やったよ、あと今シーズンはチャンピオンズリーグ優勝したらね、あのもうお金もね入ってくるんで、いやー素晴らしいな、アウェーなんでね、あのサポーターが少ないんですけど、素晴らしい、
そう、20本打ってね、枠内が10本、ちょうど 50% っていうね、シュート精度が面白い。で、どこのチームが落ちたんだろう。あ、見れないのか、今は。ではちょっとね、チャンピオンズカップの決勝まで進めますか。ちょっと待ってね、メールが気になる。あれか、なんじゃろに。ああ、そういうことね。じゃあまあとりあえずここぐらいで終わっときますか。練習もあるし。はい、まあですね、うん、リーグタイトルが取れてよかったです。残すはね、チャンピオンズカップを取ってね、3年目は終わりになるんですけどね。で、まあ5年って言ってたんですけどね、4年で終わりにしようかなと思ってるので、来シーズンが最後ですね。はい。で、新しいね、キャリアの方も、今進めてる途中で、動画撮ろうと思ってるところまでね、進めてる途中なんで、まあ先にね、こういうチームでやりますって紹介動画が上がると思うんですけどね。はい。そちらの方もね、楽しみにしていただけたらなと思います。はい。じゃあ、ボルトン編は、次回が3年目終わりなんでね。はい。じゃあ今回はこれぐらいで終わりましょう。ではまた次回です。バイバイ。